めっちゃ寝てた。あ、推しの子見てます。にゃんにゃん、ありがとう。ゆうじさんハート送ってくれて。待って、なんかもっと面白いのないかな。変えません。ガチでめっちゃ寝てた。でも9時に絶対自分配信できないんだろうなって思ってて、そしたらもう10時でした。今日の夜は寝れるんでしょうか。本当にやばい。それな。いや、配信するって言っちゃったからさ、起きました。でもなんか化粧してたから、今日化粧してたから、化粧して配信したかったけど、化粧して寝ちゃった。おはや、おは、おはにゃんこ。これから寝るんですけどね。でも最近から規則正しい生活してるから、だから眠くなったのかな。ほもう化粧落として寝れるよ。すごくない？ちゃんとご飯も作った自分で、偉いかもしれない。偉い、規則正しい生活かも。待って、これ見てないから違うやつにしよう。え、どれ可愛いか。えらいよね。今本当に1分2分前ぐらいまで寝てて、そのまま配信つけた。でテレビ見ながら配信してる。はあ、眠たいな。ふう、覚えてるのね。いや、今日動いて配信しようかなって思ってたんだけどさ、化粧したまま寝たらなんか顔ぐしゃぐしゃになった。かりんのツイッター、みんな拡散してね。バズりたい、かりんもみんなみたいに。なんでみんなはさ、化粧品のするだけであのバズってんの？ご飯、あれ、シチュー作った。鶏肉買ってきて。じゃがいもと人参と玉ねぎは常に家にあるから、鶏肉だけ買ってきた。偉くね？
最近は何してんだろう何してんだろうね。確かにあんま何もしてないかも。いや、なんかそこにさ写真を載せようと思ったんだけど、最近写真とかも撮ってないから、載せれなくて。でも全然カフェとか行ってんの、行ってるし。何してんだろうね でもあんま夏っぽい、あ、今日25でしょ、あさってプール行くかも。でその来週海行く、でバナナボートする。あんま夏っぽいことまだしてないのね。めっちゃぐしゃぐしゃ今本当に顔。いやまだ見せれる範囲だけど、寝起きすぎて。じゃがいもティーチ玉ねぎ、あ、それあれば何でもできるくない。でも今日人参なくなった。さっきの回別に人参そんな好きじゃないから、なくてもなくてもいいんだけどね。海ね、まだ行ってないよ今年の夏。今年の夏はどこ行こうか、ドド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 。お祭りとかも行ってないな。でもお祭りも行く約束ある、地元で。え、そう、かりん地元にいるわ、新潟いるわ。何してんのって。また帰るんだけど、すぐ。もう今月は半分以上新潟いたかな。来月も半分以上新潟いるかな。だから写真ないのかも友達に写真撮ってって言いにくいんだよね。びっくりしたの、かりんカメラロール見て、自撮りのなさに。やっぱ地元にいると写真撮んないから、東京にいるうちに写真撮ろう。なんでだよなんで東京いねって。いやでもわかんの、それも。でも今日も本当はバイトだったけどなくなった、ラッキーって思って。19ってどうなんだ。でも一人暮らししてる子多いかも。もう今年から、去年からとか大学から一人暮らしとか多い気がする。バイト使い、お疲れにゃんこ、お疲れにゃんこ大先生、こんばんは、やっほー、久しぶりにゃんこ、ありがとう。ソフトクリームバズ、うれちーたん。もうアイス
さつまいも味出てて秋を感じました。でもかりんもう秋服買い始めてるから、もう夏はもう諦めた、夏はもう外に出ることを諦めて秋から本気出すからいいかなみたいな。本当に早く秋切ってほしい。早く涼しくなってほしいな。なんでこんな暑いん？あーうるさいって。今年の夏はどこ行こうか、今年の夏はどこ行こうか、そう、秋がいい。理想はね。今ウィンドブレーカー見てる。犬の散歩とか行くと朝か、散歩しようかな。え、夜も涼しくない？なんか風吹いてたりしたら。彼氏激アミしてそれな、めっちゃ叫んでる。ガチかっけえ。なんかさ、ネットフリのおすすめもさ、はい、めっちゃ見るんだけど、だいたい見ちゃってどうしよう。面白いのがない。地面師もボーイフレンドも見ちゃったから、アニメもなんかパッとするのないからどうしようって。最近 YouTube ばっか見てる。東海オンエアばっか見てる。もう毎日朝も東海オンエア、夜も東海オンエア。ただのファン。散歩するの、え、かりんね、夜散歩するんだよね。でも音楽が好きだから。でも東京は明るいよ。新潟帰った時びっくりした。夜なんか最寄りから家までめっちゃかかるんだけど、なんか一人じゃ歩けないって思った。よく前まで歩けてたなってぐらい真っ暗なの。もう本当に真っ暗なのね。だから東京ってさ、真っ暗なとこないじゃん。すごくね？すんごい叫んでる。でも昨日トトロやってて、金曜ロードショーって。トトロも田舎じゃん。だからトトロのさ、暗くなるシーンあるじゃん、夜の。何？バス停とか絶対暗いんだろうなって思って見てた。隣のトトロ、トトロ、トトロ、トトロ。久しぶりにトトロなんて見た。もののけ姫、もののけ姫ユーザーだからもののけ姫見たいんだけどさ、なんか金曜ロードショーではやんないっぽい今回の。地面師人気だよね、みんな言ってる。なんか頭いい人なら理解すると思うんだけど、かりんはあんま理解できなくて2回見た。でも普通に面白いって思ったかも。
ネットフリって定期的になんかバズるよね。めっちゃ一つのあれが。これもうテレビでしかネットフリが見れないのね。携帯で見れるようになったら助かるんだけど、つなげばいいんだけどさ、自分がテレビでいつも見てます。楽しそう。全部のジョ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 トークサバイバーっていうやつがあるの？ネットフリってさ、いくらすんだっけ？あ、なんかめっちゃいいシーンっぽい。じゃあなんでウィンドブレイカーってもっと人気なんないんだろう。毎日アニメとか寄ってんだけど、そう、カリン最近毎日アニメとか寄ってるわ。毎日アニメとか寄ってんのに一向にグッズ増えないんだけど。やばい、音うるさくなりそう。富山、よいしょ。安いプランでさ、月に900円か。え、そんなプランとかあんだ。パソコン？その向こうにあるテレビで、あーね、かりんパソコン使えない。通り上の2番線やめてよ、やめてよ。それは似てるよね。まあ似てるっていうかほとんど。なんかガチャとかさ探すんだけど、ガチャガチャコーナーでそのウィンドブレーカーと通り部ってさ、絵柄もちょっと似てるし、なんか学校やん。だからむずい。かわいい、嬉しい、うれちーたん、かわちーたん。ほんとにおすすめのアニメ教えてください。でも次の課題はヒロアカの映画を見る。ストプリのね、映画を見たかったんだけど、まだやってんのかな。ネットフリの方多いと思うよ多分。カリも入ってたアマゾンプライムみたいなやつでも、そう、なんかネットフリの方みんながネットフリでこれやばいみたいなやつよく言うから、ネットフリじゃないと見れないからさ、アマゾンプライムを抜けました。本当にインドア自分って。でも今日ね、推しメンのチェキ買いに行ってきたの。でもね、推しメンチェキが1枚5500円したのね。で、高いじゃん普通に考えて。だってみんなだってアイドルの現場1000円でしょ、1枚、サインなし1枚5500円。まあでも有名人だから、はいはいはいみたいな、まあまあまあ、はいはいはい、まあまあね、はいはいみたいな。
有名人だから別に、まあ、許すけどみたいな5500円だったのさ1枚で、だから3枚取ろうと思ってね、それは決めてたので、ちゃんと3枚分買えるお金も財布に入れて行ったのね。そしたらなんかチェキの他にもグッズとか売ってて、でなんかまあ20人ぐらい参加してて、一人で行ったんだけど、え、そう、サインもなしだよ高いよね。そう、なんか物販買うレジのとこ、そのグッズコーナーにその推しがいて、なんか参戦してる子たちになんか、え、これ買って、これ買って、これ買って、はいみたいな渡されて、でなんかそんなこと言われたらさ断れないじゃん。はいって渡されたんだよ。断れないじゃん。なんかもう買ってみたいな、買うよね、買うよねみたいな。え、いや頭の中ではちょっと考えてなかったんですけどみたいなね。でもかりんの前の人が多分その一番めっちゃ好きな子で、会計がなんか20万とかだったのね。もうそれもびっくりなんだけど、でなんかそれで1回で現金で払ってて、初めてそんな大金を一気に見た。なんかすごかった。しかもかりんの一個後ろの人はなんかその推しにグッズほとんどこれ全部買うよねって言われてて、なんか、え、なんか奨学金なんですけどみたいな、なんかすごい世界に行ってきたよかりんは今日。うん、でもね、やばい人だと思う。やばいっていうか、多分カリンみんなにこの推しメン言うとすんごい惹かれると思うから絶対言えない。別にいいんだけど、言っても多分本当に世界の人にドン引かれるから、本当にこの今日その推しのイベント行ったんだよねってみんなに言うと本当に頭おかしいみたいな、頭やばいって誰からもみたいなこと言われないから、人類の終わりだと思います。一番やばいよね。え、やばいよね。なんかでも、まあ、YouTuber なんだけど動画でもそんな感じなのね。 YouTuber じゃない、もう YouTube バンされたから YouTube じゃないんだけど、なんか大体そういうイメージついてたから、え、本当にこんな感じなんだわらみたいな思った。でもなんかちょっと一人でさライブとかさ、なんていうの、なんか友達とばっか行ってたからさ、一人でそういうイベントとか行くのちょっと何、怖いっていうかさ、みんなってすごいね以上も怖いよ。それで分かっちゃう。そうだよね、元YouTuberみたいな、元 YouTuber で YouTube バンされてもアカウントないんですけどみたいな。歌とかない。
なんかほんとメイン月一のイベントみたいなので、まあ、チェキ会がメイン、チェキ会とっていうかグッズ販売がメインみたいな。でチェキもさ、まあ、結局カリン2枚だったんだけどトークがないのね。トークないし怖すぎて震えてなんか喋れなくて、え ポーズとかなん、えどうしますかみたいなこと言っちゃったのカリンが。そしたらピースとかでいいんじゃないんですかねって言われて、あそうですよねみたいな、なんか隠居みたいなこと言っちゃったんだけど、どうすればいいと思う？自分ってこんな陰キャなんだって思った。チョッパーありがとう、ハート、ニャコデシセッチャーミョーン。眠気覚めてきた。怖いそれな、クリンって何でも言っちゃう、ほんとにお茶目さんガチ恋の方いなかった、あんま。てかなんかそんなに客もいなかったし、でもなんかそのメインの推しのカメラマンみたいな、カメラマンもうちょっとその動画に出てる人がいて、その人を生で見れてちょっとイエーイみたいな。自分に会いに来てくれよ、たくさんち、いや本当にね。でもさ、え緊張するのみんなって、なんか初めてとかだったら緊張するかも。え JP ねいなかったよ、ちょっと期待した、えワンチャン JP いるかなって思ったけどいなかった。でもなんかカメラ回してたからどうしよう、動画に映ったら。まあでもカリンって今一般人じゃん、イエーイみたいな。最近カリン何かあったら、カリンってでもさ一般人だよねって頭の中で考えてる。みんなにカリン今ね一般人なんだよねって言うの今フリーターなんだよね、イエーイって。めっちゃ五条悟の声やん。緊張しないけど話しかったです。えそうなんだよね、え今日もさ、なんかその札幌コレクション出た時に出たじゃんカリンたちって、その時に写真撮ったから、あこれを待ち受けにしてこのことを伝えようって思ったの。いや懐かしくね、札幌コレクションとか、そうって思った今日。でなんかそのことをし、あの待ち受けにしてこれをあの見せよう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 って思って行ったんだけど、なんか本当に何も言えませんでした。多分彼みんなよりコミュ障だと思う。え普通にアイドルの推しメンとかの前でも喋れない、推しメンの前とか。チュラの推しメンとか全然話せなかった最初。なんかカリンは喋んないから、もうなんか推しメンが喋っててほしい。なんかもう会話とかしたくないのね、なんか声を聞きたいじゃん、わかる？声聞きたいから喋ってほしくないの。あ違う、カリンは喋りたくないの、一生独り言のように喋っててほしい。本当にコミしようかも。でも彼 ENFP なんだよね、陽気じゃね、話すこと、え話すこと考えないんだよね、なんか何でもいいかなってなるけど、
でもなんか今日はさ考えてたからさ結構ショック。うわマジで言いたかったってなって、来月も行こうってなるの。バカだよね本当に。これだからバカだよね、これだからバカなんだよね本当に。かわいい、やったね。うれちいたまにおくらい先生だよ。オタクすぎる、死んだ。オタクじゃないよ、オタクか。え、か今オタクだよ確かに。ずっと喋ってて、喋る内容考えなきゃね。じゃららら、じゃららら、じゃらじゃん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 。みなかりんの好きな最強ちゃん調べた？最強ちゃん、最強ちゃんの配信毎日見てる。じゃらりょ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 。え、やばい、かりんお金なさすぎて。お金なすぎてバイト始めた。なんか新潟にいればお金なくならないかなって思ったけど、あの先々月 iPhone 買ったことを大忘れしてて、多分今月の26日に引き落とされるじゃん。そしたら仮にお金なくなるからやばいって思ってでバイト始めたけど、え、わかる？あのさ、働くのってさ辛くね？でもなんかやっぱ服とか買いたいじゃん。最強ちゃんおすすめだよ、超かわいい。最強な TikToker 何のバイトしてんのかな。働いてる。働いてます。え、でも多分みんなが思ってるよりちゃんと働いてる。多分かりんってさ、なんかどうせああいう感じしようみたいな多分思ってんだけど、多分みんなが思ってるよりあれ普通ちゃんとしてる。多分ね。でもあの本当は働きたくないよ。でも生きていけないじゃん、一人暮らししてるから。だからかりんはなんか楽して稼げるのないかなって思って、かりんメルカリ頑張ってる。メルカリ今残高2万ぐらいある。売れてすごくない？え、すごいよね。でも2万なんてさ1日で消えるやん。はあ、終わり。やっぱ金銭感覚を戻すとこから始めようと思う。なんかそれがいいよね。働くモチベないよね。てか働くモチベってどうやったらできるん？ニートかも。え、8万もあんの？そんなん8万もあったらかりん心の余裕やばいよ。多分先々月のせいなんだよね。先々月の自分を殴りたい。なんだと思ってあんなお金使ってたんだ。え、携帯も買ったし、なんかでかい買い物もう一個したんだよね。本当にやばいよね。カリンのチェキ？カリンね。カリン何するんだろうね。ティラミスケーキ、ティラミスケーキ、ティラミスケーキ、ティラミスケーキ。なんかさ高収入バイトとかないのかな。
ティラミスケーキ、ティラミスケーキ。坂道のグッズ、え、わかるよ。中1とかめっちゃ売ってた。てかなんかさ、欅みんなで集まってたくない？やめなさい。え、更新アバイトないの？チェキだってさ、だってさ、自分でさ売ってさ、あれ発送しなきゃでしょ。いいの？1年かかるよ、カリンがやったら。購入してから届くので、1年かかるけどいいの？カリン多分めんどくさいって言って発送しないけどいいの？多分 2,3 年かかると思う。やっぱりもうさ、チェキ書かないと思っちゃって、ポスカ全部さ、持って帰っちゃった。あ、家帰ればいいのか。あ、新潟住めばいいのか。チェキ買いね。だってさ、チェキ買いってさ、大変じゃん。ティラミスケーキ、ティラミスケーキ、5500円のチキ、やばい。ジュキアやん、もうそれは。5000、高いよな。5500円でチキ1枚って、高くない？高いよね。何しよう。でも確かにカリンってみんな、ああ生誕か。カリンって会う機会ないよね。でも幻とか儚い感じでいいんじゃない？幻、カリン幻になろうかな。そうだこの恋、マホロバでした。久しぶり、ヤッホー、久しぶり、久しぶりにゃんこ。でもアメニャンコ大先生がよく話してるの聞いてます。よく話してるのを聞いてます。ティラミスケーキ、ティラミスケーキ、本当に生誕、ゆりにゃんこ大先生の生誕からみんな会ってないんだよ。そんなの幻じゃない？それ聞いた、本当？死んだ。でもカリンがびっくり、一番のびっくり、びっくり、びっくりドッキリマンボウ。今日も準備はいい？ラッキーマンボウ、ちゃ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 。明日もいいことあるといいな。ラッキーマンボウ、出てきてね。へい。まかりんはちゃんと頑張ります。働いて。頑張って働いて天下取ります。だからみんなもそれまでおとなしく待っててください。それでお願いします。ラッ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 。もうみんなブレイク終わっちゃう。待ってたらいつか出てくる。うん、はい。いつかは出ようかなって外に思いますけどね。いつか、かりんまだ若いから
またいつかね。別にいつだろうね。でもなんかね、なんかさ、人生ってさ、波があるじゃん。わかる？カリン、アイドルしたかったけどさ、今めっちゃしたい？って言われたら、めっちゃではないんだよね。でもまたさ、いつかさ、めっちゃしたいって思う時来るかもしれないじゃん。いつかね。でもなんかこの間、中華街の、もう本当に絶対当たりますよみたいな占いがあるんだけど、そこ行った時に、なんか今年はすごい悩む時期だと思いますよって言われて、来年からまた新しいスタートなのでみたいな言われた。多分ね、やば、腕ゴキって言った。眠たい。でも起床落とさなきゃじゃん。でも寝たいじゃん。でも東海オンエア見たい。でも寝たいけど東海オンエア見たいし、化粧も落としたいでしょ。じゃあつまり TikTok を見よう。成人式？成人式カリーの地元3月だよ。いや、なんか振り袖なんかさ、聞いて、これはただのさ、あの親との喧嘩なんだけどさ、なんかさ、いろんなさ店をさ見て、カリンはさ振り袖を決めたいわけ。だってなんだろう、一個さ、え、これいいってなって一個これで決定は嫌じゃん。そのいろんな振り袖見たいじゃん、種類だけどさ、なんかさ、ママがさ、なんかその地元のさ、あの振り袖のとこしか、なんかママあんま運転できないのね。運転できるけど遠くまで運転できないから、その市内まで運転できないの。だから市内の方がさ、やっぱいっぱいあるわけよ。だけど市内まで運転できないからこれにしてみたいな言われて、え、でもカリンはさ、いっぱいさ見たいわけじゃん、振り袖を。そんなさ、1回目のさ、あの振り袖でさ、これ、え、可愛いのはあったのね、あったけど、なんか本当にいいのかなって感じじゃん。なんかもっといろんなの見たいじゃん。なのになんかもうママがさ、なんかもうこの店みたいな、この店でいいでしょ、まあ運転できないしみたいな言われて、ねえねえ、ひどくない？ねえ、みんなどう思う？どう思う？ちょっと彼にさ傷ついたの。だってさ、子供のさ、人生で一回しかないさ成人式のさ振り袖をさ、なんかそんな感じで決められてさ、なんかさ、もっとさ、確かにカリンだってさ、あれさ、帰ってこなかったからさ、そんな決めるもの、あれ時間ないんよ。もう、この時期になると、あの、再来年の人たちも決め始めるからさ。そう。え、なんかね、本当は、なんか地元に振り袖の店が3つ4つあるのね。でその中の一つを見て、カリンは最初ピンクとか白の振り袖が着たかったのね。まあ、わかるじゃん、大体みんなも。あ、カリンちゃんはどうせ振り袖ピンクなんだろうなーってみんな思ってるでしょ。なんだけど、カリンが選んだの、その店で一番可愛いって思ったのが黒だったの。黒の振り袖がめっちゃ可愛くて、まあ、黒ピンクだし、めっちゃ怖いかったから、え、黒いいやんって思って、そしたらなんかそのお店の人も、え、あなたはなんか、ピンクとか白は似合いません、みたいな。
あなたは黒とかなんか青とかそういう色を着た方が絶対いいですみたいな言われて、でなんかその振り袖は空いてたから、そうでもカリン東京に住んでるから次帰った時に契約してくださいみたいななんか言われて、だけどなんか初めて見に行ったのさ振り袖を、で1回目で決めたくないじゃん、なんかさ店によってさ、カリンが本当は着たいのは白とかピンクだし、もっといろんな店見たいやん。なんかね地元のはなんかあんまないんよ、その新潟市とかだったらいっぱいあるんだけど、そっちで見たいかったのに、しかも希望の色じゃないじゃん、まあ、別に黒も可愛かったけど、だから見たいって言ってんのに、なんかパパが休みじゃないと新潟市まで運転できないよって言われて、あんた車持ってんだから運転してよ、運転舐めないでもらえるって言われて、あ確かにそれはそう、でもさ別に絶対運転できないってわけじゃないの、カリンだって高校さなんか早くかさ間違えてサボっちゃった時とかさ、ママさ新潟市まで迎え来てくれてたからさ、別にさ運転できないわけじゃないのね、でもなんかさそうやってさなんか最近運転しないからみたいな感じで新潟市、新潟市まではなんか基本ね、まあ、カリンの地元の人ってね新潟市まで運転するのは基本の基本なのだけど、なんかママできないって言われて、えどう思う、ね、これどっちがさどっちが悪いと思う、なんかもうどうしよう本当に、えマジ運転して頼む本当に、しかもさ最後の方なんてなんか一人で振り袖決めてきてみたいな、まあ、別にそれでもいいけど別にいいんですけどね、本当に振り袖のことで一生喧嘩してる、だからもういいよ成人式出ないからもういいからって言って、家のあの部屋のドアバーンって閉めた。にゃんこ大先生ヤッホー、うんありがとうハートとブレスレット、にゃんこ売れちいたもん、うれちにゃんこ大先生。かわちいたむ。かりん、反抗期なのかな？違うよね。反抗期じゃないよね。ありがとう、はるなちゃん。いっぱいブレスレット送ってくれて。チュキメロにゃんこ。チュキメロラブリーにゃんこ大先生ちゃむ。メロ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 にゃんこ大先生、やっぱね喧嘩しないで平和に生きていきたいなって思うよね、平和主義がいい。賞金式、えなんて言ってた、なんか言ってた、気になる反応。俺成人式じゃなかったから喧嘩する方が、あ本当に言ってる？カリンのママも成人式ないんだよね。カリンのママね、成人式の時カリンの弟お腹の中いたの。それでなんか子供産んでる人って成人式出れないんだって。だからなんかあんた。がいたからあんた成人式出れなかったのよみたいな、ごめんなさいねみたいな、大変そう、本当にそういうルールあんの、子供産んでる人って成人式出れないの、あでももうお腹大きかったら振り袖なんて着れないよね、ティラミスケーキティラミスケーキ、ティラミスケーキ、ティラミスケーキ、これもらっていいの、ありがとう、でもマジで出なかった、えん本当にあいつって
罪な男ほんまに罪やなって言っといて。もったいない、かりんに会えるチャンスだったのに。ほんとにほんとにほんとに、みんなってさ、かりんに会いたいの？会いたい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 、どんな時も会いたい会いたい会いたい、生まれ変わっても星空を見上げ。子供なんで成人式絶対行ってんだ。本当？なんか地域によって違うのかな、ルールが。式場の外に行った人、まあ、地域によるのかな。ん、友情ネックレス。ありがとう、はるなちゃん。友情にゃんこ大先生、ずっとむちゃむよずっともにゃんこ大先生、大親友ハート、いんなつま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 、三本の衝撃いなずまみたいな曲、みんな面白いよ。面白いとか言っちゃった。いい曲だよ、みんな。いんなつま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 、じゃん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 。もしかして終わっちゃった感じ？わー、わいひぴーさん、ハートミーありがとう。嬉しいよ、みんなハートを送ってくれて、ハートで生活ができます。あの、生活費をどうかよろしくお願いします。アウト。あれだよ、嫌って思うけど、そんなこと思わんよ。やっぱカリンも人間だからね、人の心はありますよ、道徳と。クラッカーありがとう、ユージさん嬉しい。え、配信者になろうかな。配信者ってさ、月どれくらいもらってんの？わかんないよね、そうだよね、配信者そうだよね、わかんないよね。ラッピースイカありがとう、チュイカ、ナイチュキ、チュキメロラブリーちゃん、ラブリーちゃん。あ、待って、ここにあるわ、ギフトってやつ。あれ、どこ押したのか忘れちゃった。僕の友達、同説200人くらいのライバーで40、やばそれはやばい。月ってことだよね。でもさ、かりんもさ、結構 TikTok 見るんだけど、 TikTok ライバーいるよね。夜とか流れてくる。なんか TikTok もなんかライブ配信のイベントとかやってない？TikTok ってさ、どうなんだろうね。え、さっきどこ押したんだろう。なんかギフトみたいな一覧出てきたんだけど、これどこ押したか忘れちゃった。でもなんかさ、あれは聞く、ポコちゃん、ポコちゃんは稼げるみたいな、なんかは聞くけど、
のもう最近流行ってないのかな、なんか2年前ぐらいにめっちゃ流行ってて、ポコチャは。でもポコチャって10何歳以上、10多分8とかだ、何歳とかだったから、あ待って、すぐテレビ出てる、やっぱかっこよ。そうだよ、あのカリンその時年齢あれだったからできなかったんだけど、でもさ配信者は配信者でさ、ほんと1日何時間も配信しなきゃじゃん。それもそれでさ大変だよね多分。どうなんだろう、でもさ大変だけどさ、なんかあの飲食店で働くより楽かなやばい、カリンって人生舐めてる。一回あの誰かに殺された方いいべきだと思う。そうだよね、誰かに一回殺されよう。17はね、そうだよね、17はね大丈夫、もうやらないから安心してTikTok でもね、あのあ話したか、ダメだ、ダメっていうか配信はいいんだけどさ、 TikTok今までギフト投げてくれたのカリンに入ってたんだけど、まあそれ当たり前にダメだったらしいのねなんか違う、アイドル始める前に、スプ始める前にさ口座登録してたからさ TikTok に、なんか TikTok もさ日々アップデートされるからさ分かんないんだよね。TikTok ってあのライブ配信のやつドルなのさ、アメリカのあれだから、なんかその1円の値段が高い時にあのん1円の値段1ドル 0.1 ドルが高い時におろすのがいいんだっけ。じゃあわかんねえ、バカだからちょっとよくわかりませんでした。他の人に、そうだよね、それはそう。ゆかりはじゃあ TikTok とメルカリで生活費を稼ぎます。でもそしたらみんなもカリンが配信するから動いてるところ見れるんじゃないんですか本当にカリンって殺されるべきだよね。どう思う？一回殺されて、それでなんか天国と地獄の真ん中みたいなとこで訓練を受けて、え待って、なんかめっちゃ中二病みたいなこと喋ってんな自分。今びっくりした自分に。あっ、そうにゃんこ大先生かっけえ。このオープニングかっこいいな。戻ってこれないかそれはそう。でも本当に一回だっかね、正しく生きたい
まあでも2年もさアイドルしてたらさ、いろんな感覚がまひっちゃうよね。なんかコラボ申請来た、海外の人から。コラボしたらやばいかな、拒否しよう。どっからなん、どうやって見つけてそんなコラボの申請を送ってくるの。全部よな、しおしもりバイレード。You don't you 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 don't。でも本当だ、ランキングとかある。てか最強ちゃん毎日ライブ配信してるから、最強ちゃんとか順位入ってないのかな。ないや、最強ちゃん入ってそうなのに、いないんだ。日韓ランキング、あ、なんかいろいろあるんだね。そんなこんな順位すげえ、すごいね。なんかTikTok にもいろんな人がいるんだな。勉強になりました。もうみんな大変だよね。そうだよね、大変だよね。でも全然フォロワー少ない人とかでも1位とかすごいね。にゃん、にゃんこで先生、にゃんにゃん、にゃんこ。え、これさコラボしたらやばい？あ、なんか拒否された。めっちゃ申請来る、困る。本当にやばい。8月の予定、8月はね、今日からね、予定いっぱいあるの。9月のカレンダー見た時に、なんか予定が全部なくて、まだシフトもないから、9月の予定、なんもなくて、びっくりした。みんな、かりんと遊んでくれるかな？みんな、てかみんな、カリの友達とかカリのことどう思ってんだろう。なんか病んでる人みたい。クリック申請って言ってランダムね。え、配信者なの？何でそんな詳しいの？配信者ですか？配信者？ほぼ配信者じゃね？わかりんさー、配信者だとするじゃん。かりんってさ、何でも言っちゃうから多分さ、そのうちさ住所とかも言いそう。ダメな子。ダメ人間カリン。騙されたあなたが悪いんだよ。でも騙した俺も少しは悪いけどさ、少しはね。振り回してそれはさ、自分にそのそういう自覚があるからさ、そういう曲聴くのかな。キモくね。自分なんかさ、カニさ、音楽
その夜散歩してる時とかに音楽聴くの好きなんだけどさ、なんかさ、すごいかりんさん、すごい考え事も好きなのね。かりんってキモ。かりにゃんこ大先生だよ。やっほー。あの時はごめんね、振り回してしまって、あるいはだだだだだ、え、てかカニにさ夏来ないんだけど、そういう夏来ないんだけど、もう夏終わるんだけどさ、せっかくさ一般人になるじゃん、なんだけどさ、なんかそんな、え、夏ときめいちゃったみたいなことさまだ一回もないんだけどさ、え、もう8月終わっちゃう、どうしようねえ、夏来ない、ね、ガリーにも夏聞いて、なんで夏来ないの、やだ、なんでカリーはさ夏来ないの、なんでさ夏来ないんだろう、みんなそんなさ夏なイエーイみたいな感じで、なんでカリーはさ、なんかさ、夏だよ夏、ネットフリーアニメみたいなさ生活をさしてんのかさわかんない、ねえ、誰かどうにかして、もう困っちゃう、武道館、パンダドラゴン、パンダドラゴンですか、最近流れてこないな、夏 してみる、それは何の誘い？プール行くし海も行くけど、もう8月終わりじゃん、詰め込みすぎ、夏休みの宿題並みに詰め込んでる、だからにさ祭りもまだ行ってたから浴衣まだ着てなくてさ、浴衣着たいのにさ、なんか浴衣ない、ママから浴衣ないよって、カリンの浴衣ってどこ行ったんだと思う、え、捨てたかな、じゃあ買わなきゃやん、え、東京、カリン新潟に送った気すんだけど、どこやったっけ、なんかさ、カリンの浴衣の行方知らない、3着ぐらい、え、浴衣って3着 ?3 個ぐらいあるんだけどさ、秋も来ないよ、どういうこと、どういうこと、カリンの青春まだ、え、でもカリン2年ぶりの夏休みなの知ってる、あ、2年間アイドルしてたじゃん、だから2年ぶりの夏休みなんだけどさ、なんか時間とお金だけが減ってくんだよね、で、あんまり得たものない、どうしよう、今日も昨日もお金は減っていく一方です、青春ね、なんか海でさイエーイみたいな、青春マンジニアコレーションスインチャムよ、青春した人この人生まれみたいな、はーいってみんな集まってくるんじゃないの、そういうものじゃないの、カリンの漫画の読みすぎ、でもさ、彼今さ推しメンかっこ彼氏みたいな人いるからさ、画面の中にね、その人がいればいいかも、え、だからカリンのやばい話するね、そのヤングスキニーの音楽を聴きながら、そういう推しメン、その画面の中の推しメンと、なんかそのその推しメンになんか騙される妄想とかするの、みんなもするでしょ、そういうもんでしょ、そう、そういうの考えながら音楽聴いて、そう、ニヤニヤしながら散歩してる、だから夜にしか散歩できないの、朝散歩すると表情見られるじゃん、歩いてくる人に、え、何この人ニヤニヤしながら歩いてんだけどみたいな、
だけど夜だとニヤニヤしてても別に表情とか見ない見れないから、今なんかその推しメンとなんか言えないよみたいな感じの時とかを考えてニヤニヤしながらヤングスキーに聞いて散歩してる。でもみんなもそうだと思うの。カリンの考えがバカなだけ。騙されたあなたが悪いんだよ。でも明日俺も少しは悪いけど、昨日でも聞いてほしい。なんかカリンも何もしてないわけではないよ。昨日まあ昨日頑張ったことがあったのね。まあまあ頑張ったことあったんだけど、でそれでなんか朝から招き猫ってね、朝カラオケみたいなやつめっちゃ安いの。そう、それで朝早起きしてカラオケ行ってヤング席に歌ってきた。カリンとの妄想、カリンとの妄想って何？カリンとの妄想って楽しい？ほんまに楽しい？やばいよね。やっぱやばいかな。そうなんだよね。みんなに話してもそう言われるから、これって普通じゃない。でもさ、カリンって人間みんなそんなもんだと思うんだけど、やっぱ違う？カリンだけ？そんなもんなのかな？難しいですね。なんかちょっと普通の人間、普通の可愛い清楚な女の子になれるようにちょっと頑張ります。妄想ばっかしてるから、うわっうわっぐざっ、ぐざっ。お前言葉はナイフって言葉知らない？ねえねえ、やめてよ。カリンだってさ、スオさんとさ、スオニャンコさ、でもスオニャンコは存在しないじゃん。でもカリンはこんなにもスオニャンコのこと、うわー、テレビに映った、かっこいい。本当に終わり。だから一回さ、天国と地獄の間に行って一回なんか修行受けてから、もう一回さこの世界に帰ってきてもいい。もうやだ、なんかさ、いつになったらさちゃんとさ、中二病っていつ治るんだろう。もう諦めよう。じゃあカリンもう化粧落として寝るね。明日も配信するね。明日はちゃんと寝る前に配信する。顔、明日は顔を見せる配信するね。みんなカリンのさ、カリンの拡散してよ、バズらせてよ。カリンのメイク紹介、カリンもバズりたいんだけど、みんなバズらせてね。絶対リツイートしてほしい。まあ、でももしバズんなかったら、プロモーションかけようかな。ね、メイク乗せたじゃん今日。さっきメイク乗せたじゃん。だからメイクバズらせてください、お願いします。メイクバズったら明日配信するするね。ありがとう、みんな見に来てくれて。また明日ね。明日も見に来て、にゃんこ大先生。チキチキラブリーちゃん。みんな愛してる。バイバーイ。おやすみー。